どうも、あいじゅうですえ。今日は五月六日、木曜日でございます。えうちの次男くんの誕生日です。<laughs> おめでとうございます。<laughs> うちあねたすいません。いや、五歳になりましてね、あっという間の五年間でしたけれども、で、まあそれは置いといて、あの今日月曜日じゃないんですが、ちょっとね、喋る動画を少しと撮っていこうと思います。まあ興味あるトピックであれば最後までぜひねお付き合いください。で、何かっていうとまず今日 あのツイッターの方、SN、s n s ツイッターだけやってるんですけど今日ツイッターの方で朝ツイートさせてもらったのでちょっと読ませてください出しますねえ「今日のテーマは自分に甘く起きれただけでポテチ3枚学校行けたらプリンでも一日過ごせればハーゲンダッツそんな感じで今日もお互い甘くいきましょう」っていうのをえツイートさせていただきましたでですねこれについてというかこれを見てほしいっていうか届けたいっていう思いがあって、まあ、SNS ねやってない方もいると思うので。 あのー、この動画ね撮ってるわけなんですけど、えー、今日は連休明け、まあ、ゴールデンウィーク明けの学校ですおそらく多くの方が学校と、まあ、お仕事の方もね面倒くさいなっていうか辛いなっていう体が重かった方が多いと思いますで実際自分もそういうタイプでした特に中学の時ね、まあ、いじめを受けてたからさもう学校ほんとに行きたくなかったし連休明けるの嫌だったからねで 今日はね実はね実それでもままだダメージがあんま多くないんですよなぜかっていうと2日間行ったら学校休みなんでね土曜日が学校なければ2日間2連休でしょだから、まあ、2回頑張ればまた休みが来るっていう気持ちでいけるんですよで問題は次なんですよねその土日が明けた後、まあ普通に週5日の生活が始まって学生であれば次夏休みまで連休来ないんですよねで2か月ぐらいか2か月ちょいかが続くので,でしかもそこに定期テストのストレスとかも入ってくるから で、4月って、まあ、バタバタするじゃないですか。だいぶ疲れたと思うんですよ、皆さん。疲れたんですけど、あの、4月って、その、緊張感があるんですよね。新生活って言って。で、緊張感っていうのは、しんどいんですけど、ある程度の体勢ができるんですよ。緊張感ってエネルギーの根源があるんで。でも、5月に入ると、ある程度慣れてきます。で、慣れてくるとどうなるかっていうと、視野がこうなってた、緊張感でこうなってたものが、こう見えるようになるんですよ。 で何が見えるかっていうと周りの人が見え始めますでそうするとですね比べ始めるんですよ周りの人とで自分が例えばうまくいってない楽しくないでも周りの人を見た時にすごい充実している人がいるクラスなのか SNS 上なのかわかんないけどね比べますそうすると自分の人生なんてクソなんだとああ自分に魅力がないからダメなんだと いうふうに思ってきて、その学校がしんどいっていうね、ところで、定期テストも勉強もやらなきゃでもうまくいかないっていうところに関しても、私の人生なんてクソだみたいなのが重なっちゃって、で、結構生きるのに疲れてしまったりとか、うんっていう方が結構増えてくる時期なんですよね。で、そういった方、まちょっとね、なんだ今ここまでの話を聞いて、何言ってんだと思う方も動画止めてもらって構わないです。時間もったいないと思うんでね。ただ、ここまで話を聞いていただいて、ちょっと、 打って何かこうアンテナに引っかかった方はこの後も聞いてほしいんですけどあのー、さっきも言ったように俺いじめをね、まあ、受けてたのですごくそのタイプだったんですよ。ああただただ学校行くのめんんどくくさいいななじゃないんですよもう行くとあのしんどい空間に入らなきゃいけないからもう苦痛でしょうがない。めんどくささいと苦痛は別だからさ でまあ、思ってたしただそれ自分はあのー、行かないっていう選択肢がなかったので自分の中では行きたくなかったけどまあサボった時はあったようちの親は学校休んでいいって言ったら理由聞かずに休ませてくれる母親だったんでなんちょいちょい休んでましたけどでもまあそれでもなんとか通い切ってたのね、まあ、それがいいとは思わないよ別にあの全然休むのは OK だと思ってる人間なんだけどもさただあのー、何個か伝えたいことがあってまず。 まあこれは最近の動画でもよく話してることだからまた言ってるよって思うかもしれないんだけれどもその周りの人と比べた時に自分の人生がまあうまくいってないというか楽しくないっていうのが自分のせいってまず思っちゃう子それは違えぞっていう話いいい例えば人間関係に関してもあの子はすごい友達ができてるねで私は全然できてないっていうあ私に魅力がないからなんだみたいなふうに思うと思うんですけど違うんだって特に学校で言うとたまたま集まった30人40人の人でしょクラスメート たたまたまよよ自分でで選んんないんだよ共通の趣味があってそこに入っていきましたっていうわけじゃないんだよ。それで人間ががいいうまく,いくがレアじゃないと思ってるしあとこれは塾講師を始めてからあそうなんだっていう視点が入った部分なんだけど、えっと、俺が塾講師やってる時まあ小部指導塾ですごく生徒とも仲良かったから、まあ、いろんな話をするわけよ。で結構 あのやんちゃな子が多くて、<laughs> 俺の生徒はね。で、多分、周りから見てると、すごい友達が多い。やんちゃなグループの中心メンバー、中心のやつだったから。だから、すごいこう、もう自由気ままに悩みなんてなさそうに見えるわけよ。でも、話聞くじゃん。そんなことないんだよね。うん。あの、言い方が悪いけど、親友がいないよ。だから、友達が多そうには見える。見えるよ。友達が多そうには見えるんだけど、本人は、友達と親友の差があるから、 そこの空間にいないと不安になるわけ。そのメンバーの中にいないとだから、合わせに行くわけよ。頑張って合わせに行ってんだけど、自分を出してるわけじゃないからしんどいんだよね。いや、これはでもあの当時のね。中学の時の俺からしたらいや。そんな贅沢な悩みだよって思ってて思うよ。きっとけど、あのみんながみんな思ってるほど充実してね。えんだなっていうのはやっぱ思った。周りから見てたらすごく多分幸せな。 特にいる人間に見えるけれども当の本人は全然そんなことなくてすごい生きるのに息苦しそうだったしねうんだからあとまあないものねだれかもしれないけれども例えば友達が少ないって言ってる中でもさでもすげえ親友っていう子が1人いる子もいるじゃん本当その子しかいなんみたいないつもあいつらつるんでるなみたいなでもそれがすごい羨ましいみたいな私の周りには確かな人はいっぱいいるけれども、ね、こう腹を割って話せる人は1人もいないからみたいなのもあったりするのでそういうのもあるんだなってのは後々気づいたとこなんだけど で今回そうもう一個伝えたねその自分の責任じゃねえんだぞって自分に魅力がねえっていう自分を落とすんじゃないぞっていうまず言いたいこと一つね。でもう一個に関しては自分はこれんと、ね、大学入ったぐらいかなから割と自分のテーマにしてるところがあってみんな例えば自分をささっきの話で言うと,んと自分に魅力がないとか自分に得点をつけるときにあ例えば聞いてみようかな。 みんなさ、今、自分自身、この動画を見てる瞬間の自分自身に得点つけてほしい。100点満点にしようか。100点満点で自分自身何点って聞かれた時に、まあまあみんな何点っていろいろね、思うと思うんだよ。で、それがさ、例えば極端に言うと、0点っていう,いう人はきっといると思うんだよ。0点。それかまあ1桁とかね。本当0点はちょっと行き過ぎかなと思って踏みとどまって2点3点とか言う方もいるかもしれない。で、100点っていう方ももしかしたらいるかもしれない。 でもきっと0点と100点を比べた時に0点の方が絶対に多い自信がある。そして平均点を取った時にこうねグラフで分けたら50点っていう真ん中のラインがあるじゃんかこれよりも絶対0点側50点から0点側に山ができてる。でこうなってるかな多分。そんな気がする自分はね。で自分が思ってることなんだけど俺はあまり自分に自信がなくて今までもあんまないんだけどあの昔から自己否定がすごいひどかった人間だから自分なんて生きる価値がねえって思ってたからね。 だけけれども自分に0点つけるののって楽なよごめん言葉悪くてごめんねでもそう思ってる楽なん自分なんてクソだって自分は0点だっていうのはねめちゃくちゃ簡単あって言い放てばいいんだもんあのね自分のことを悪く言うって簡単なよ自分のせいだって思うのって結構簡単なのよ、ね、実はねでも自分に100点っていうのってめちゃくちゃ難しいめちゃくちゃ難しいなと思ってでだからこそ自分は自分に100点だって 言えるように行動ししななきゃいけないけ思考っていうか考え方っていうのをそう持っていかなきゃなっていう風にあの頃からずっと思ってるんですよもう1 5 6年ぐらいなのかな人生の半分ぐらいそうやって思って生きてますそれでも毎日できてないよ今日とかこれ動画撮ってて実はこの動画撮るかどうか朝から迷っててまあ、撮ってますけどこの動画が目に触れてるってことはみんな見てるわけね伝えられてるわけだけど。 迷ってて、実は今日朝起きた瞬間からあんま調子が良くないんですよ。調子が良くないってメンタルの方ねあの、自分朝起きた瞬間に結構決まるのね、その日のメンタルが。で、起きた瞬間に、ああ、今日ダメな日だって思って、ダメな日だって思うからこそうまくこう切り替える方法とかも自分の中には持ってるんだけれども。で、まあ、この動画もテイク今5、6くらいやかな。取 <laughs> り直してて。で、 そのメンタルが自分なんてっていうふうに落ちてる時だから自分なんかが話したところで何も伝わんねえよって思う自分もいるわけそうで自分がよく思ってるのはそう思った時にじゃあそれ思うんだったらだからこそやってみなよっていうふうに思うんですよてる自分のことが自信がないからやらない選択肢を取るじゃなくてせ自信がないいいよ自信がない日もあるよな俺って思ってるそしたらいい否定しない だけれども自信がないことを行動しないっていう選択肢につなげるのはちげえぞっていうじゃあやれよって自信がないからこそどこまでできるん俺ってで今撮ってる感じです、まあ、これがみんなにどう映ってるかわからないんだけれどもなので、あのー、0点をつけないでほしいなっていう <laughs> それを伝えたかっただけなんですけどそう自分を下げるのは簡単です簡単だからこそそっちに流れないでほしいそうあの周りがさ長くなって申し訳ないんだけど えっと、自分で自分の高得点つけるのは難しくてできれば褒めてほしいでも外的要因ね周りの要因で学生のみんなが一番大きな影響を食らうのはやっぱ保護者なんですよお父さんお母さんの存在その近い人間から言われる評価っていう部分がすごく影響されやすいだからそこに引っ張られやすいんよねいろんな親御さんいるからさみんなの親御さんすべてがすべて素敵な親御さんではないと思っているので言い方が悪いけどねっては思ってるいろんな親御さん見てきたからそう ででも周りの評価に流されないで欲しいないいしっって思って思最終的に自分の評価を決めるのは自分だと思うのでそうなので、まあ、そんなことを伝えたくて動画を <laughs> 撮らせていただきましたうまくまとまらなかったなまあまあまあちょっとお許しください。という感じでまあ伝えたかったのはうんとみんなが思ってるほどみんなは、うん、悪くねえっていうかダサくねっていうかかっけえよって素敵だぞってそ,うそんなにハードル上げんなよって。 いうふうふに思ってるすげえことやり遂げなかったら褒めれないのかそんなことないっしょねさっきも言ったけど今日一日過ごしただけでハーゲンダッツ級なんだよもう拍手してあろうぜって俺は思います、はい、っていう感じで余ったら余ったれてるというか、うん、そんな自分に甘く生きてらんねえよって思う方もいるかもしれないんですけど俺はそうやって生きてここまでいや36年生きてこれましたでそれで後悔がみじんもないですそうやって生きてきた自分を誇りに思ってるし だからこうやって喋りますます、あ、いろんな意見があるとは思うんですけどそういう風に言ってる大人が1人でもいるっていうのがね伝わったら嬉しいです。ということでここまでご視聴いただきありがとうございました、まあ明日まだね学校ありますけれども同じように<え>ハードル下げて自分に甘く自分に優しくでだからこそプラスでできることは行動してで寝る時に自分を褒めるっていう感じでね過ごせてもらえたらと思います。ということでまた次回の動画でお会いしましょうそれじゃまたね